前回のアンティルドーン。風呂上がりで襲われた。ね、ちょっとみんな。すいません。すいませんでした。うわ、そういえばそうだ。選ぶのは君だ。なんか選ばなかったら、実はこの殺人鬼がいいやつで止まると思ったんだけどさ、止まんなかったんかなこれは。でこれあれか。浮気女を制裁するシーンですよね。浮気女を制裁していく。でなんか爆発か。なんかいろいろあったね。なんか展開がちょっといろいろあったね。あ、これ最初のシーンじゃん。最初のシーン。7、暴虐。あ、サムか。あ、エロ。エロいなこれ。覗き部屋？覗き部屋じゃないこれ。ねえ。あ、なんかスティックで。足で移動していく。もう一回？いいね。いや。で？熱くない？大丈夫？おお、いいね。おお、溶かして。またこれ使うの？いちいち。大丈夫？もう一回？ねえ、いちいちこうね、操作させるよね。頑張って作ったコントローラーをね、使ってほしいんだな。あ、使ったな。大丈夫？マイク、会えてよかった。大丈夫、無事か。え？ジェスはどこ？な、首めっちゃ動く。何これ？首めっちゃ動く。動かしてないよ、僕。困惑。どういうこと？どうしてここに？どうやって私を見つけたの？この山にはイカれた殺人鬼がいる。知ってる。奴は入り組んだ。トンネルの中に住んでる。そこから逃げようとしたらここを見つけて。ああ、炭鉱か。マイク、あなたが言ってる男にさっき襲われた。ビデオを見せられた。ジョッシュが殺されてるところをね、すごく大きなノコギリで体を引き裂かれてた。なんてこった。一体全体何が起きてるってんだ。ドアがある。開かないんだ。鍵を外せるか。なんかカバンがあるね。なんだあれ。なんかあるかな。他になんかあるか。カメラ。こんだけか。ビデオカメラ。椅子に向けられたビデオカメラ。殺人鬼がここで起きていることを録画し集めているようだ。なんかさ、そう、なんかお前らのやったことをなんかしっかり受け止めろみたいなさ、なんかそういうなんか欲がありそうな感じがするんだよね。やっぱりこのなんか仲間、ハンナとベスのどっちかな気がするんだよな。あ、ライト。なんでライト残ってんだろう。なんか逃がすのもなんか計画のうちなんかな。大丈夫。靴欲しくない？靴。行きましょうか。鍵か、これか。合流できる、合流。でこれを持ち上げて置いて開ける。お、来た。抱き合え。それはどうも。上着貸したれよ、上着。寒くないのかな、サムは。凍傷なってない？何してるんだ。ほら、人殺しを撃退するのにタオル一枚ってわけにはいかないでしょ。ちょっと、マイク。おお、ああ。ああ、被写界深度が。悪い。いいぞ。ああ。クソゲーかな？クソゲーかな。なあ、もう着替え終わったら早っ。あ、でもいいね、こうなんかね、お尻のラインがさ、結構ピチッと出るタイプのパンツですよね。
なんかでも寒そうだな。スポーツウェアか。泣き声。大丈夫？押して。いいね。え？あ、生きてるじゃん。いや、いやいや、来ないで。やった、生きてる。やった。クリス、クリス、クリス。嘘だろ。空砲というものがあってね。知らないのか。え、どっち選んでもダメだったの結局。犯人？あ、そんな。生きてる。そんな、あった、あった。エミリーも生きてる。ジョッシュじゃん。マジックか、切断マジックか。やっぱ怪しいと思ったんだよなあいつ、マジで。何これ何これ、トゥームレーダー、トゥームレーダー入ったよ、トゥームレーダー。いけ、トゥームレーダー、いけいけいけ。これ反対側の壁にさ顔ドーンだ、バック。おお、来た、トゥームレーダー。なんかいろんなゲームのなんか似てるとこあんの、すごい。トゥームレーダー、アジア系の。なになになに、お、大丈夫。あ、あ、あ、よかった、行かんじゃん。エミリーごめんな、エミリー浮気女とか言って。大丈夫、早く逃げろ、早く早く逃げろ。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。おっと、早く早く、なに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 、早く逃げない、早く、何してんの。おお、危ねえ、ギリギリじゃん。セーフ、セーフ。動ける、足大丈夫、足。あー、最低、600ドルもしたのに。そこ7万円くらいが日本円で。あ、なんか破ったんか。で、燃料つけて松明。そう来なくちゃ。なんかサバイバル能力高いね、エミリーは。行こう。行きましょう。大丈夫か？さっきのがジョッシュだったけど、複数犯の可能性まだあるかもしれんから、さすがになんか一人でやるにはね、なんか厳しいと思うからな。よし、なんだこれ、トロッコか、トロッコがあるよみたいなこと。なんか救急キットあっちみたいな絵があったけど、大丈夫か。結構下だから酸素とか大丈夫なんかな。今んとこなんもねえな。こんにちは、います。あ、なんかある、開けれます。あー、鎖があるね。ダメか、燃やせばいいのにね。燃やしてやりゃいいのに、この燃料持ってきてさ、ぶっかけて。あ、あれか、で、トロッコを押して鎖を断ち切るんだな、多分。それ系でしょ。でもって、走るボタン押してるけど、動きが遅いわ。R2、引いて。やったね。おぉ、いいね。なんかこの矢印がちょっと怪しいな。なんか誘ってる？これなんだ？あ、置くやつか。火つけた。火つけて。なんか2個あんね。こっち行ってみよう。これはなんだ？何これ？時計？打刻機。
炭鉱のマネージャーたちが入校した作業員の数をこの機械で把握していた。インのセクションにあるカードが行方不明者のようだ。ああ、そうかそうか。入ったまま出てないってことね。なるほど。なんか、あれか。タイムカード的な？タイムカード的なやつか。これなんだ、エレベーター？ R2。引いて。なんだあれ、あれかヒントかな、ヒント的な。なんかこう人が来てさ、なんか勝手になんか操作するかと思ったけど、なんもないね。じゃあどっかに行くんだ。こっちかな。道がある。あるね。行けるかな。あ、ドア、ドアあります。行きましょう。開かない、ダメか。他なんか道あんのかな。この岩場を登っていく、違うか。どうすんだろう。なになになに、なんなんあれ。ガスかな。はしごある、はしご登っていこう。はしご登っていく。丸、なんか来る？登って。大丈夫かな？なんか、おお！マジ？あー、それクソって言うわ。大丈夫？怪我。踏んだり蹴ったりだな。でも浮気したせいだからな。浮気せんかったらクリスは助けてたよ。あ、まあ選択したの僕だけど。またロック解除来たよ、ロック解除。微妙、微妙だな。骨は怖くないだろそんなに。これ何、罠？もう嫌、吐き気がする。なんか実況者かなこいつ。自分の気持ちをよう口に出すね。一人でおるのにな。独り言でさ、こうべっちゃべっちゃ喋るやつはなんか結構頭いってるよ。行きましょう。こんにちは。誰かいますか？なんか遺跡的な感じかな。押して、なんか途中でなんかさ変な絵が描いてあるとこあったよね。あそこになんか繋がってるとかないかな。なんかあります？あ、なんかある。はしごか、これがさっきのやつ。あ、違うわ。これなんだ、なんだこれ。あ、なんかある。これは、あ、人間か。あ、登れるんだ。登るか普通に。ボタン来る？バツ、四角、手を伸ばす。怪我してっから飛べんだろ。三角、あ初めて失敗した。もう一回行くんだ。飛ぶか、めんどくせえ。飛ぼう。頑張れ。来るぞ、ボタンが。四角、三角、あった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 。これ登れんかったらずっとクリアできんやつ？きつくね？四角、三角、三角。頑張れ。頑張れ。はしごに飛び乗るか、壁、壁だな。オーケー。来るぞ、来るぞ。なんだ、三角。バツ、あった、たー。マジかよ、もう。クソむずい、これ、クソむずい。めっちゃむずい。来るぞ、四角か、四角。次、三角だな。順番同じだ。三角。で、覚え芸かな。反射神経ゲーか、覚えゲー。登るか、なんだっけ、四角、バツ、バツだっけ、バツ、三角、バツ、次バツ、次バツ、バツ、いいぞ、いいぞ、四角、来た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 ぞ。すげえ身体能力だな。
掘れるわ、マジトゥームレイダー。登っていこう。これもう一回バキッて折れて行くんだろ、吐き気がするって言って登っていきます。よっこいしょっと、来たね。意外となんもないわ。こんにちは、こんにちは、誰かいますか、誰かいます。こうなんかしっかりこうなんか支えが効いてて安全そうではあるね。でなんかよくわかんないものがわーって聞こえるっていう恐怖を煽っていくスタイルだな。